さあ最高のハッピーバースデーを過ごすことはできたかな、そこの坊や。ということでね、まあやっていきましょうよ。いつまでエコーを使ってんだ。はい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 、修正完了。飛び出すケチャップ、クリームソースかな。まあそんなことはどうでもいいね。はい、ということでね、バイオハザードアルイツ今日もやっていきましょう。張り切ってね。いやー、誕生日を迎えたチョコバなんですけどね、最近ちょっと落ち込むことが多くてさ、誕生日だからこそそういうのあんまり思い出さなくてね、やっていこうかななんてふうに思ってたんですけれども、まあいざとねなったらね、なんかこう祝福の時間が過ぎると、もう思い出すとなんかもうなんか虚しい虚しい虚しい、そんな悲しんでいるそこの坊や。あ、俺だ、俺なんだけど、まあ、それはどうでもいいね。そんな悲しんでる話なんかをねするとね、あれなんだよね。まあそんなこんなでね、ちょっと怖いおじさんが来たんで逃げます。来たー。こいつだから2メートル50だか60だかあるんだったっけ。まあとりあえずなんか後ろでぶん殴ってきてるけど、うん、よし。これはこっちって、あれこれ裏だけだったっけ。なんかここにゾンビめっちゃいた記憶があったんだけど、燃えながら燃えてるゾンビが、多分あれヘリのパイロットとかそんなのなんだろうけど、まあいいや。で、とりあえずは向かうべきはあそことあそこだと、あ、そうなんだ、あそことあそこって言っときながら、しまった、違う方来ちゃったな、まず。あー、やっちまったな。これ来る？来ない？大丈夫？反対側からバシャンって、樹脂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 ってことで来てないかな。とりあえずここ慎重に慎重に。しまった、俺が行きたいところここじゃなかったんだ。やっちまったな。どういうルートで辿るのがいいのかな。てか俺なんでここ来たんだっけ。あ、そうだそうだ、ここ忘れてたんだ。あの、そうなのよ、あのね、あそこ、タイラント出てきた場所あるじゃないですか。タイラント出てきた場所から、すぐになんか銅像を建ってるところをなんかやってっていう、その3階に登る階段があるところ、地下に行かなきゃいけない、地下っていうかもう1階かに行かなきゃいけなかったんだけど、ミスったな。コーヒーが染みるわ。さあ、ちょっと待って、あのね、間違えてね、スペースを押しちゃうんだよね。これボタン選択をしながらスペースを押しちゃう。ちょ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、シンキングターン、落ち着け、冷静に、 Don't worry, be happy、 OKOK、 やばい、声が出ない、ちょっと待って。あー、やっちまった、違う、分かってたのに、分かってたのに、分かってたのに、なんで俺は今スペースを押したんだ。ピョーン、うぬはぁ、少々お待ちください。お付き合いください。あ、はい。え、いけるいける。もう大丈夫。はあ、時間かかった。じゃあこれを手に入れて、で、あれだよな。近いか、あれをガシャコンってやるやつね。違う、あれだ。とりあえず、いないね。よし、じゃあこっちから戻っていって、あそこ行くついでに走り抜けて、どっちから行くのがいいのかな。これいた、え、ちょっと待って、いたわ、めっちゃいたわ。あれ、ここリッカー、あ、リッカーもめっちゃいたわ。いって、ちょっと待って、おっさんもいるし、あれ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 、リッカーいつもどこにどけっちゅうんだ、本当にもう。あいつ、そうか、あ、そうか、帽子を撃ち落とすっていう手もある。あれ、スターズバッジどこで手に入れるんだったっけ。いったね。で、こいつもここだから、はい、何、粘着テープでもついてんのっけ。まあいいや、じゃあじわ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 、もうこんだけ離れたらいけるっしょ。うわ、めっちゃ引っかき傷肩にあるわ。まあ、そんなことはどうでもいいか。じゃあ行きますかね、ゆっくり慎重に。アーティス、落ち着いて、ゆっくり、そう、ゆっくり落ち着いて、慌てちゃダメダメよ。奴がどこにいるのか、上に登ってってくれてるはず。僕が行きたいのは下。
やつには影はいないな。あれここってでも、うん、りっちゃんってもう一体増えてんだったっけ。あんま覚えてないんだよねもうね。どうやってそのなんかねりっちゃん入ってきたのっていう話なんだけど、ゾンビとかさドアバッコン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 開けれたりとかするからあれだけどさ、ここでねあの下手にね歩いてねあのタイラントがね気づいてね中にズシ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 入ってこられても困るから、時々ここで待ち構えてることとかもあるんだよな。よし OK、 じゃ あ使っておいて、違う、あ、未だになれない。オッケー。じゃあこれで。ピッツ。よし。あ、そっか。しまった。あ、なんか大丈夫かな。下手に走ってさ、その走る音とか銃声とかにも結構敏感なんだよね。お耳がいいみたいなんだな、あの白人ちゃんね、本当に全身真っ白だけどさ。トレンチコート着ててもなんかさ、タイランドでさそのトレンチコートを着てであの人混みに紛れても大丈夫なようにみたいなこと言ってたけど、あんなごっつえついたら速攻目立つっちゅうにっていう、トレンチコートにさあんなシルクハット、シルクハットじゃねえな、まあなんか帽子大丈夫、なんかどしどし言ってね、いけいけ、よし OK で戻ります。いたわ、ちょっと待って、あ、めっちゃいるわ。そしたらちょっと作戦変更、あの一回最初西の方から行こうと思ったけど東から行くことにします。いけ、後ろ来てるのは分かってる、後ろ来てるのは分かってるんだけど、一旦投げる。ここいないよね、敵。大丈夫ね、ゾンビいない、セーフ、暴れる、オッケー、よっしゃ、大丈夫だね、よし、降りる、あー、少しまった、ここ、板持ってくるの忘れてたな、帰りいるんだよな、パリンってね、やっちまったな、まあそんなこともありつつ、アイテムゲッチュ、で、ここ、鍵ゲットして、使っておこう、オッケー。で、こいつは前ね、あ、そうだ、これ裏辺だとリッカーがいるんだよね、確かね。6、2、11、あ、これはごめんなさい、開けちゃいましたね。じゃあ、ここで、あ、あった、これだ。ここにサーズバッジがある。これでマグネムゲット。マグネムゲッツ。マグナムはレオン編で出てくるけど、あれクレア編だったらマシンガンになるんだったっけあれっていうのは、ちょっといる、いるね、いるんだけど、これはあのあれだね、普通の人だったね。おいおい、お上手、射撃もだいぶ慣れてきたね。 OK、 これでズシズシズシ来ないか、大丈夫か、来てるね。はい、 OK、 おやすみ。じゃあこれで戻っていきましょう。特に足音今まだ、ああ、ここを破ってきたから、さっきのやつあれでいいんだよね。OK、でもまあちょっと慎重に慎重を重ねてね、ゆっくり、慌てない、落ち着いて、それは半年先。よし、じゃあ行きましょうかね。と思ったけど、はい、あなたは何も見なかった。戻ります。あ、こっちじゃない方がよかったか、しまったな、下に行くと行き止まりだからめんどくさいことになるよね。来てない、あ、もういないよ、いないよ、飛んでいけ。これバレてるね、バレてるね、はい、ちょ、引っかかってるからじゃないよ。 OK、 開けて、ちょっと時間差で入っていく。てかこんなライトってテカテカあったまテカテカさあでピッカピーカってやってたら大丈夫かな。問題なさそうだね。ただこれがね一個問題ね、やつがどこに行ったかなんだろう。
この3階に行ってくれてたら非常にありがたいデコンスではあるんだ、ゴンスなんだけど、大丈夫かな、セーフ、アウト、よよいの、よい、大丈夫だね。すげえチキンプレやってるけどね。まあ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 、まあまあ、皆さん落ち着けよ。はあ、いないね。よし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 。じゃあこのまま、2箇所行きたい。マグナムが欲しい、それからなんだっけ、あのガッシャンコンが欲しい、あの図書室のなんか棚を動かせるやつ、あれをそのままやっちゃいたいのでいないよね。 OK、 いないな。じゃあ戻りましょう、戻りましょうというか進みましょうになるのか、これは。てかあんなものなくてもさ、普通にピョンと飛んでったらいいんだけどな。とりあえずちょっといらないアイテムだけはね、あのもう整頓しておきたい。ルビー、サファイア、嫁さんがねポケモンのね木の実作りにハマってるっていうね、あのブリリアントダイヤモンドをうちやってるんですけど、まあ、そんな話はどうでもいいね。よし、じゃあこれで一旦行きましょうか。まだ歯車系とか3階行ってからじゃないと見ないもん。あ、違う違う、3階行く前にそれが分かって、ちょっと生きてる、待てよ、よしよし、ここ多分りっちゃんいるよね。りっちゃんがどこかにいるよ、いたわ。ほんで敵もいるわ。あ、そっか、これ普通にドア閉めておくべきだったな。よし、もうこ急ぎ急ぎ急ぎで、ここはもうだいぶ高確率でタイラントが来るっていうふうに書いてあるんで、ちょっと捕まっても、あ、ちょっとここもうこういう時間がない時に限ってね、本当に。これはもういらない。さて、ゾンビガチャ入ってきたけど、こいつレオンには気づかないっていうね、物陰に隠れておきましょう。来たね、はい。匂いでバレてる、めっちゃ入ってきたわ。オッケーオッケー、まあ、でもここであれだね、あいつが来ないだけまだマシだね。よし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 、めっちゃ今一瞬ゲームかと、あ、ちょっとでもアイテム回収、もう走って戻れ、もうあのあいつに食らわされても、リッちゃんに食らわされても仕方がない。リッちゃん、リッちゃん、いい、あれタイラントいない、あ、やった、いった、ちょっと待って、おお、神回避、心臓バクバク、あぶれあぶれ、登れ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 、で、こっち、あ、めっちゃついてきてるわ。今この状態でアイスを、これをやるわけにはいかないので、一旦スターズルームで例のアイテムを取って、で反撃ができる準備を整えて、まあでもあそこはもう時間が時間だから、ちょっと待って、これバレちゃった、大丈夫、若干の走っていった感じがしたけど、めっちゃ慎重になってるわ。いるもんね、上でね、プラ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 してるもんね。よし、セーフ。じゃあとりあえずアイテムを回収しまして、ちょっと待って、うまくいかない、あれ使えない、 What？ あ、そうだ、 USB だから、これあれだ、シャキン、 OK、 センスな USB だよなこれな、でかすぎるもんね。赤チャコンで、あ、カタカタ、この音でなんかありとあらゆるゾンビとか敵を引き寄せてきそうな気がするけどね。美女って誰っていうね。まあ何があったかっていうとあれでしょ。どうせあの ゾンビとバコ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 やった。ゾンビとバコバコやったんでしょ。あんたこっちに来るなよって。完全にね、あの クリスっぽくない手紙っていうのがバレてるっていう話なんだけどね。よし、いるかな、皆さん静かに、いない、いない、大丈夫、いないね、 OK、 じゃあとりあえず手に入れるべきものは手に入れましたので、本日はこの辺りで終了とさせていただきたいというふうに思います。いやー
着実に進んではいるね。本当に牛歩のごとくゆっくりゆっくりではあるものの、まあ、あの詰まってね、なんか同じところ行ったり来たりするよりはまだマシかなと思いますね。いやー、よかったよかった。よし、じゃあね、なんとか無事にアイテムを取ることもできましたんで、本日はこの辺りでね、終了とさせていただきたいというふうに思います。ぜひね、あのチャンネル登録ボタンとね、グッドボタンと、あとあの1日遅れですけれども、あの誕生日おめでとうございましたっていうコメントね、昨日僕6月19日誕生日だったので、ぜひね、そこら辺もコメントいただけたら嬉しいかなというふうに思います。ということで、最後にちょっとアイテム整理をしながらね、お別れしていきたいと思います。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン、何回言うんだ、教えていただけたら嬉しいでございます。ちょっといるアイテム、いらないアイテムも、もうちょっと一気にブワーっていっときたいんでね。あ、しまった。ちょっと陰でやっておくこともあるんですが、それはまた次回パートスタートするときくらいに、伝えられたらというふうに思います。ちょっと忘れ物しちゃった。まあいいや。はい、ということでね、